皆さんこんにちは、ゆめつきです。今回はですね、久しぶりにマリオカートツアー実況していきたいと思います。多分ですね、マリオカートツアーの動画はね、これが最後になると思うので、ぜひ皆さんね、楽しんでいただけるとね、誠にありがたいです。今回ね、最後なんですけど、3人しかいないのでね、1位をしっかり取ってる、最後にかっこよく締めたいと思います。序盤なんですけど、まあ2位とかっていうのは、まあ真ん中なんで、とりあえずまあ最初3位でいいやと思うし、ちょっと思ったんだけどさ、このミーの顔って何、バグってんの俺これ、それともみんなバグってんの、それともバグじゃないのか分かんないですけど、ミーの顔がねバグってるんだ。この黒いお面が貼り付けてるみたいな状態になるっていう。ここでしっかりバナナを置くことで、なんか次のね習慣的に、あのジャンプ台から出てきた敵をねしっかり止めて、で最後のゴール手前で抜けるっていうあれがあるので、しっかりバナナを置いておきましょう。さあもう2周目なのでね、ラスト2周となってますからね。敵のこのマリオの人なかなか上手いですね。このシェフのマリオの方なかなか上手いので、勝てるか見えないと。あっ危ない。でもね、このキノコ大砲っていうキノコが出たので、多分追いつけるかギリギリのところです。追いキノコいっぱい出して、赤コーラがなんかスルーしてくれた。いける、1位いける、抜いて抜いて、1位いける、これはいける。ジャンプで使ってもジャンプで使って、やだー、やばい、あーやばい、1位取られて、抜かれた、あー。でもね、最後のレース1位取れませんでした。でもみんな、ご視聴ありがとう。またね。